おふくらみは、つげ春による日本の漫画作品。1979年5月に、北東書房の観光する不定期観光本、夜行8に発表された全15ページからなる、短編漫画作品である。地下道を逃げまどった男は、最後は、先細りの階段で、身動きが取れなくなり絶望する。一つ目小僧1979年。 つげ春し四十42歳の時の作品。当時つげは、ノイローゼ状態のまま描いていた。この年にはこの作品の他に、必殺する目固め、合図の釣り宿、吉坊の犯罪、魚石の5作品を描き上げている。元になった夢は、つげ春しと僕と、僕1977年に収録されている。夢の散歩に始まり、夜がつかむ、アルバイト。 小松三崎の生活と続いた夢を題材にした、いわゆる夢物作品の第5作目。元はカラー作品であった。これは、次がカラーで描いて白黒で出したいとの願望を持っていたが、編集者との間で、せっかくカラーで描いてもったいないから、カラーで出しましょうという話にまとまり、カラーで発表したものである。夢を再現したものだが、 夜がつかむとこの作品では意味のようなものの表現を意図した。小松美咲の生活や同年9月発表の吉坊の犯罪では夢をなぞっただけであったが、この作品では単に夢をなぞるだけではないという気持ちで描いた。膨らみの感触や不安定感の表現に大変苦労し、ペンだけでの表現は無理で色彩を用いたと。 北東書房の編集者のゴンドを進むは推測している。杉自身もこの感触を具体的な絵で表現するのは難しいと感じていた。全体にソフトフォーカスがかかったようなぼんやりしたタッチと曲線を多用した絵柄が特徴的で夢の感触を表現している。朝、男が目を覚ますとひどく外が膨らんでいるような気がする。気にしながらもご飯を炊く。 すると、窓や扉のすべてから、外が侵入してくる。侵入した外で、家が潰れそうになり、男は布団に隠れるが、外の方が安全と判断し、もがきながらもなんとか、外へ出る。外は普段と、変わりはなかった。男は自転車で、行きつけの地下の喫茶店へ行ってみるが、いつしか豪華に変わっている。そこは、ヨーロッパ風に改装され、 複数の男女がダンスをしている。ボロ自転車を大切そうに傍らに置いていることが恥ずかしくなった男は外に出ようと考え店を後にする。店には地下道出口と書かれた出口らしきものがあるが男が入った喫茶店の入り口とは全く別の地下道で男は本当の出口がわからなくなる。しばらくさまよううちに小さな橋があり地下道の切れ目には 竹やぶと墓地がある。墓の上には一つ目小僧が立っているが、一つ目小僧を初めて見る男は、それが小人であったことに驚く。その瞬間、一つ目小僧は下をペロペロ出し、それに驚いた男は、自転車を捨て地下道を逃げ惑う。ようやく四角い、小さな階段のある穴を見つけた男は、そこへ逃げ込むが、階段を登るほどにその幅が狭まっていき。 ついには、体がハマってしまう。男は、こんな場所で、誰にも知られず死んでしまうのかと途方にくれる。ありがとうございます。